激ロックドットコムをご覧の皆様、どうもおはようございます。僕たちヒステリックパニックです。イエーイ。午前中、はい、ということで今回はね、7月15日に発売されるメジャーファーストフルアルバム大人とおもちゃについてね、いろいろ喋っていこうかと思いますが、今回いろいろ大変でありましたが、聖子さんどうでしょう。君は倒れたよね。倒れたね。ピクピクしてた。そうちょっと真似してようか。本当にこんな感じだと起きたらね、おかちの上でね、なんかね、あれは大変だったけど、なんかみんな疲れてたのがね、いい決勝が出たし、伝わらなくね。何が倒れたってこと。ちょっとやっぱ本人やってもらわないとちょっと分かんない。レコーディング中のやつのモノマネをするのかな。すみません、これがおかちとなるようですよ。これ今これ場所的にもレコーディングの時にやっちが倒れたんで、それをちょっと再現して、再現、再現 VTR。 疲れすぎてやっち一回寝てたよね。で起き上がったんでしょ、急に。こういう風にね。あ、タバコ吸おう。うん、気持ち悪いってな感じでね、あの、ぶっ倒れたぐらい。いや、大変な感じで。ここです。アルバムが増えました。超心配したら。あの、他のメンバー曰く、ゴミを見るような目立ったそうです。海藻みたいな。そんなこともね、含まれているアルバムができたということで、はい、それを踏まえたツアーが7月27日のツアーって、なんかおかしいね、おかしいね、うん、7月27日から熊道3スターでワンマンライブをします。します。そこからツアーが30本ぐらいあります、全国で、はい、なので美味しいものを食べます。皆さん来てください。よろしく、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ヒステリックパニックでした。ありがとうございます。バイバーイ、うん。